みーちゃんはい、こんにちはは沖縄おばばです、はいみーちゃんですね。はい、みーちゃんがなんか、ね、<laughs> はい、なんかどうしようかなーってやってますね。えへ2回行こうかな、こっち行こうかなーってやってますね。はい、みーちゃん。ね可かわいいですね。はい、皆、えー、さんこんにちは。えっ、ー、とですね、なんか不思議なニュースが入ってきました。はい。えー、建築会社のね、 えー、ビルのおじちゃんですね。ゲイツーちゃんです。はい。ゲイツーちゃんがね、えー、またね、何かやらかしたんではないかという噂が出ています。えー、というのはね、えー、いあのー、セーブザクイーンの国です。はい。セーブザクイーンの国でですね、えー、どうやらお子ちゃまのね、えー、ポリポリーのね、王のね、えー、その、ウイちゃんがですね、ポリー王のね、ウイちゃんがですね、 あのー、水道から見つかったということです。はい。どういうこっちゃって感じですよね。はい。どうやらね、まあ、疑っているのは、ああ、いわゆるね、アフ、アフのね、リカでね、えー、ポリーのね、お、お、のね、えー、蛍光の例のね、えー、あれをね、えー、食べた方が、 持ち込んだんじゃないかというそういう話になってます。いわゆるあの下水に流れますよね。そうすると浄水処理されますので、えー、その時のね、まあ処理の仕方によっては浄水に紛れ込むということでございます。はい、水道からあー、ね、えー、なんとイギリスではポリーの王のねウイちゃんが見つかったということです。はい、そういうことですね。

えー、ポリーの尾のねあれ食べたかどうかもう一回確かめてくださいってね、えー、どうやらあイギリスでね言っているそうです大変なことになってますねなんかねはいまあそういうことなんですよ結局ははいえー、なんかね、えー、そういう風に来た,来たかということでもう二重に三重にやってきますね はい今度はポリーの王だそうですポリーのしかもね、えー、いわゆる西クイーンの奥に行ってポリーのを絶滅宣言したんですよねはいそれがなぜか今回ね水道に入っていたとポリーの王がねはい一体これは何なんでしょうかということですまあお子ちゃまはねえー、狙い撃ちされてますからね今ね ぬっぽんででもそうですからねはい多分ねお子ちゃまのね、えー、例のねあれをね食べちゃった率が低かったら今度ぬっぽんでもねそういう風にしてくる可能性ありますよはいお猿さんもそうなんですけどまあお子様はあんまりねお猿さん関係ないとは思うんですけどね、えー、ポリーオとかねそういうのでね例のあれ食べなさい てくる可能性は非常に多くなってますよねはい気をつけないといけませんよねえー、まあこちらの記事もね貼っておきますので皆様どうぞご参照されてくださいませはいよろしくお願いしますはい沖縄ボバでしたはいみーちゃんみーちゃんこっち向いてはいかわいいですねねあ